プレイバックブレインズ。10年前に起きた事件を解明する手がかりをつかむためソルテクノロジー社のデータバンクに侵入したプレイメーカー。しかし目的のデータバンクへ到着したプレイメーカーを待ち受けていたのは財前明とゴーストガールだった。財前、ゴーストガール、なぜお前たちがここにいる？ここから先に君を行かせるわけにはいかない。データバンクの情報で10年前の事件の概要を知った財前はプレイメーカーに代わって事件の真相を追及すると提案。しかしプレイメーカーはそれを拒絶する。どんな理由があろうとこの事件を他人に任せるつもりはない。一つ、この事件の真実は俺自身の手で突き止める。二つ、お前には関わりのないことだ。三つ、それでも関わるというのなら俺を従える方法は分かっているはずだ。デュエルしか君を止める方法はなさそうだな。並行する二人の思いに決着をつけるため財前はプレイメーカーにデュエルを挑んだ。プレイメーカーはレコードトーカーを従えて怒涛の攻撃を見せるが、財前はディンダングルモンスターで攻撃を食い止めプレイメーカーに再び語りかける。プレイメーカー、おそらく君は葵と同じくらいの年なんだろう。うん、きっとそうなんだな。10年前君に起きた悲劇の辛さは私にはわからない。だが君を失った人々の辛さなら少しはわかる。10年前私と葵は突然両親を失った。両親を失った財前は妹の葵を守るために必死に生きた。自身の体感した悲しい過去を打ち明けプレイメーカーに訴え続ける。もう一度だけ頼む。私を信じ全てを任せてくれ。しかし財前の思いはプレイメーカーには届かなかった。10年前の事件の被害を受けた弟を持つ草薙とプレイメーカーは財前にやり場のない怒りと悲しみを爆発させる。あんたに俺のお前なんかに何がわかるというんだ。デュエルでしか解決ができないと覚悟した財前は自身の持つ最強のモンスターを召喚しプレイメーカーへの攻撃を再開する。現れろ、ティンダングルアキュートケルベロス。ティンダングルアキュートケルベロスの圧倒的な力の前に立ち尽くすプレイメーカーに財前は復讐をやめるよう最後の説得を試みる。復讐などやめるんだ。私に全てを任せ君は普通の生活に戻るんだ。それが君のためだ。学校に行き友と未来を語らい青春というかけがえのない時間を大事な仲間と過ごせ。きっとそれは君の未来を支える財産となる。過去にとらわれ瞬く間に流れゆく尊い時間を今君の目の前を流れている幸福を逃してはならない。この私のように。お兄様。財前の悲痛な叫びを聞いたブルーエンジェルは二人の前に飛び出し自身が抱える思いを告げる。プレイメーカー、あなたが現れリンクブレインズは大きく変わった。今の私には何のためにデュエルをするのかもわからなくなった。でも今何が起きているのか、あなたが何のために戦っているのか、それが分かれば前に進めるようになるかもしれない。教えてプレイメーカー。お兄様。そして10年前に起きた誘拐事件ロスト事件についてプレイメーカーが口を開いた。誘拐された俺たちはある場所に一人ずつ監禁された。そこは何もない部屋だった。唯一あるのが VR 装置のみ。 VR に映るのはデュエル空間だった。そこで俺たちはデュエルを強要された。
そこにあるのは食事と睡眠、そしてデュエルだけだった。毎日がその繰り返し。やがてそこでの生活は全てデュエルで管理されるようになった。デュエルで勝利しなければ食事さえ得られない。いつここから出られるのか、いつまで自分が生きられるのか、何もわからない不安の中で俺たちはデュエルを続けた。明かされたロスト事件での壮絶な出来事にショックを受けるブルーエンジェル。ロスト事件で植え付けられた悲しみは癒えることはなく、今もプレイメーカーの心を蝕み続けていた。事件が何の目的で行われたのか、俺にはそれを知る権利がある。一つ、俺の人生はあの事件で断ち切られた。俺は真実を知り、断ち切られた自分の人生をつなげる。二つ、俺たちや家族はあの事件で心に大きな傷を負った。中には未だに事件のショックから立ち直れない者もいる。そいつのためにも、その家族のためにも、必ず真実を知る。三つ、あの地獄のような日々の中、俺の心がくじけそうになった時。君、ねえ君、気をしっかり持って。またこの声。三つだよ、三つ。考えることを忘れないで。生きるための三つのこと、帰るための三つのこと、敵を倒す三つのこと。考えることで君はまだ生きられる。君は誰？どこにいるの？僕は君のそばにいるよ。君も閉じ込められているの？君は帰れるよ。きっともうすぐ家に帰れる。ここから出られるの？だから希望を捨てちゃダメだ。三つのことを考えて。俺を励まし続けたあの声の主、あいつは助けられた者の中にはいなかった。もしあいつがまだ囚われているなら、俺はあいつを助け出さなければならない。俺にとって10年前の事件は何一つ終わっていない。財前、ないんだよ俺には。人生が途切れた俺には、お前が言った友と語らう未来も、かけがえのない時間も。プレイメーカーの内に眠る深い悲しみや事件によって失ったもの、それらは計り知れないものだった。そして彼は続けてハノイの騎士への復讐を誓う理由を語った。復讐をくだらないというならそれでいい。だが運命の中には果たさなければ前に進めないものもある。俺は懸命に事件を調べ、そして探し当てた。ロスト事件が別名ハノイプロジェクトと呼ばれていたことを。ハノイプロジェクト？それってハノイの騎士がロスト事件と関係してるってこと？だからこそ俺はハノイを追っている。ロスト事件と関連するハノイの騎士、プレイメーカーが語った真実を聞いた財前は、データバンクに眠る一つの情報についてプレイメーカーに告げる。なるほど。だがどうやら君が知っているのはそこまでのようだな。どういうことだ？ここにあるデータにはハノイプロジェクトの首謀者の名前が記録されていた。なんだと？首謀者！財前の言葉に激高するプレイメーカー。そしてデータバンクに記録されたロスト事件の首謀者を突き止めるために、プレイメーカーは己の揺るぎない信念を財前に伝えた。財前、これは正義を貫くためのデュエルだ。そうだ、分かっている。だからこそ私は勝たなければならないのだ。今こそ必ずこの事件の闇を暴き、その責任を取らせてみせる。いや、お前は何も分かっていない。正義を貫くデュエルだからこそ勝つのは俺だということだ。何？俺は自分の正義以外は何も信用しない。俺のターン、ドロー。互いに譲らない二人の戦いは終盤へと向かう。プレイメーカーはディンダングル・アキュート・ケルベルスを攻略し、エースモンスターのファイアウォール・ドラゴンでとどめの一撃を与え、
デュエルに終止符を打つ。バトルだ、ファイアウォールドラゴン。ティンダングル・アキュート・ケルベロスに攻撃。テンペスト・アタック。財前との決着をつけたプレイメーカーはデータバンクから目的の情報を入手、すぐさま草薙の元へと帰還し解析を始める。そして事件の首謀者が誰なのかを突き止める。ドクター鴻上、本名鴻上清、ハノイプロジェクトを立案実行、ソルテクノロジーの研究者だ。ハノイの騎士だけではなく、ソルテクノロジー社までもが事件に関わっているという衝撃の事実を知る優作たち。さらに鴻上博士は7年前に死んでいる。復讐を誓ったロスト事件の首謀者鴻上博士はすでにこの世を去っていた。突きつけられた真実に優作たちは何を思うのか。そしてハノイの騎士との死闘の行方は。遊戯王ブレインズ、毎週水曜夕方6時25分から放送中。